ミスター CBS ソニーオーディション81で3万人もの応募者の中から見事グランプリに選ばれ、ティーンアイドルでデビューするや否や巷の女子のハートをキュンキュン言わせたのが、80年代のアイドル戦国時代でトップアイドルだった竹本隆之さんですが、あれだけの人気があったにもかかわらず、いつの間にやら表舞台から姿を消してしまったのが今も不思議でなりません。一体何があったのか気になったので調べてみました。1981年に歌手としてデビューした竹本隆之さん、デビューシングル照れてジンジンで第23回日本レコード大賞で新人賞を受賞。なんとその時の同期には故沖田博之さんをはじめ、光一平さん、堤大二郎さん、伊藤司さん、尾形大作さん、そしてなんといってもブロマイド売り上げ1位でスニーカーブルース、ブルージーンズメモリー、ギンギラギンにさりげなくなどの故堤恭平さん作曲で立て続けにヒット曲を連発したあのジャニの打ち押しスーパーアイドルの近藤真彦さんもいましたから、かなり健闘していたのではないでしょうか。硬派な感じで甘いルックスの竹本さん、歌手活動だけでなく足立満さんの原作漫画の1982年ドラマ日当たり良好で主人公の高杉優作役で俳優デビューしています。劇中の下宿日だまり荘での淡い恋と友情にあふれた高校生活に当時はみんな憧れたものでした。その他にも旦那様は18歳、 NHK 銀河テレビ小説漫画道などたくさんのドラマや映画舞台にと幅広い活躍を見せ、80年代一世風靡した竹本隆之さんですが、90年代に入ると一気にメディアへの露出が激減、表舞台から姿を消してしまいます。その理由を探ってみたいと思います。一つは、噂では今でも絶大な勢力を誇る某事務所が売り出し中の K さんの邪魔になる竹本さんを各局に圧力をかけてほしたとも。しかし実のところ竹本さん自身いろんな葛藤があったからだとも言います。もともとアイドルになんかなる気は全くなくて、友人がオーディションを受けるのでその推薦人になったついでに一緒に出した履歴書が元で自分だけトントン拍子に勝ち進みグランプリまで取ってしまったのだとか。当時高校1年の竹本さんの将来の夢は一級建築士の資格を取り地元長崎で大工の棟梁になることだったのだそうですから、とんでもなく見当違いな道に進むことになったことに戸惑ってデビューの辞退を申し出たのですが、グランプリを取りたくても取れなかった人たちの顔を思い出したりしてるうちに、もうこれは運命なんだと思うようになり、芸能界で生きていくことを決意したのだと言います。そして一番問題だったのは、デビューしてからもある違う悩みを抱えながら活動していたことだったと言います。それが元で取った行動が大きな原因となり仕事が激減してしまったのだそう。それは何だったのかというと、実は中学1年生からの夢の一つがシンガーソングライターになることだったそうで、そのため当時は自分に仕事と言い聞かせて必死にアイドルを演じていたのだとか。しかしそのままずっと自分を騙し続けることは到底できなかった竹本さんは、本来の夢を叶えるため26歳で事務所を退社してしまうのです。すると芸能界とは恐ろしいところですね。あれだけの人気を誇っていた竹本さんですが、途端に仕事がなくなってしまったのです。ですが当時すでに結婚して子供までいた竹本さん、家族を養うためなりふり構わず
カラオケの伴奏のデータ制作のバイトまでしたんだとか。それでもなんとか生計を立てるのが精一杯。他のことなどできるはずもなかったのですが、期せずして31歳の時に転機が訪れます。奥さんの母親が倒れたことで、奥さんの実家の園芸農家を手伝ううちにそれを継ぐ決心をしたのだとか。今では埼玉県川島町にある蔵前園芸という屋号で20種類もの観賞用の花や植物の柿農家として活躍されていますが、もちろんすぐに軌道に乗るはずもなく、最初に作った花はすべて廃棄処分の浮き目にあったんだとか。3年間は失敗の連続だったとか。それでも地道な努力を重ねた結果、10棟を超えるハウスを管理するまでに。逆にそんな失敗の連続だった農業が竹本さんを成長させたのだとも言います。歌手の場合は自分のエゴでがむしゃらに突き進んでいけるけど、農業は自然相手ですから、自分のエゴではままならない。花に対してどうしてほしいのかを問いかけるようになり、そうしているうちに人間に対しても同じことができるようになって、それが音楽に生きてきたんだとか。花作りと音楽には共通点があったんですね。決して諦めずに続けてきたからこそ、そこに大きな意味があることに気づけたんですね。竹本隆之さん、農家としての仕事にも余裕も生まれたこともあって、ようやく音楽活動もできるようになり、こんなことを言っています。ようやく思うように歌えるようになった。大きい小さいは関係ない。自分が求められているところならどこでも歌う。歌うことが楽しくて仕方ないようですね。現在竹本さんは元ファンだった奥さんと男女2人のお子さんに囲まれ、舞台出演やライブ活動やラジオパーソナリティもされています。2016年には故郷の長崎県の観光大使にも選ばれています。いろいろあった半生ですが、今が一番幸せなのではないでしょうか。現在55歳になりますが、辛い時期を乗り越えて風格すら感じるイケメンとなった竹本隆之さん、これからも思うがまま歌い続けてほしいですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？竹本隆之さん、そんなことがあったなんて知りませんでした。しかし自分の力で這い上がってきたというのは本当にさすがだと思います。これからも頑張ってほしいと思います。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。